ヤブユムは、インド、ブータン、ネパール、チベットの仏教美術においてよく見られる、男性尊覚が配偶者と性的に結合した情を描いたシンボルである。男女両尊、父母仏、男女合体尊とも、男性尊覚がレンゲ座に手座し、伴侶がそのももに腰掛ける際の構図が一般的である。この工合の表現をもって、空将の知恵と慈悲の方便との一致を体現した、 仏打の境地高齢大学を表している。皇后とその快楽そのものを悟りの境地と紐付ける解釈は密教系のカルト宗教に多く明確な誤りである。ヤブユムは無常ゆがントラと象徴主義が結びついたものであり、男性像は慈悲を与える男性原理である方便、そしてその伴侶は女性原理である範舎と結びつけられる。 方便と般若の象徴的工合は特にチベットのタントラ仏教における中心的な教えである。この工合は実践者その人の体における神秘的な体験として実現される。チベット仏教では同じ思想をナンターとドルジェに見ることができる。この二つはヤブヤムと同様に仏陀の体現する悟りの二側面を象徴化するためにある。また、 この継承はしばしば彫刻やレリーフ、短歌の題材となる。チャクラサンバラとバジュラバーラーヒーかつてヤブユムを主尊に据えた修行法としては、主に在家行者たちの間では体を持ったパートナーと行うタントラ的な用ガという一面があった。女性パートナーは印女と呼ばれ、カツマインは肉体を持った実際の女性パートナー、サトシンは実際の女性を伴わない。 感想上のそれを指した。ただしゲルク派を起こしたゾンカッパは、西洋画の実践による仏教信仰の大敗を強く戒めて禁じ、それが現実に行われることは事実上なくなった。実際の正当な成就法においては、本尊洋画を修士つつ、ティックレビンズサルンといった肉体の微細要素を瞑想して、自身の心相続を変容させていくという内容であり、 パートナーを伴うような要素は存在しない。現代において、ヤブユムを西洋画という観点のみで取り上げるのは、オウム心理教等のカルト団体か、よほどの理解の浅い在家研究者しかいない。ありがとうございます。